今月もお集まりくださいまして誠にありがとうございます。今回はまずどうしても触れておかないといけない話題があるかと思います。サンフレッチェ広島の土曜日ルヴァンカップ決勝戦、見事な勝利でした。私も観戦していて、すべてが劇的で感動的な試合だったなと思うんですが、せっかくですので、師匠の立場として、一つとても心に残ったシーンをご紹介させていただきたいと思います。時間帯としては前半のかなり早いうち、まだ10分台だったと思うんですが、セレッソ大阪の加藤睦月選手がシュートを放つシーンがありました。こう、うまく抜けた加藤選手がシュートを打つんですね。で、それに対峙するディフェンダーがサンフレの荒木隼人選手で、その荒木選手をうまくかわしてシュートが放たれるんですが、これ入るかなというところだったんですが、間一髪キーパーの大迫圭介選手が本当にワンタッチです、ワンタッチ触ってゴールから外れるという、出だしからこんなシーンがあるんだなと本当に私は感動しました。今名前を挙げた3選手は全員がサンフレッチェ広島ユースの出身です。あのルヴァンカップの決勝の大舞台でこの町で育った人たちが活躍している、本当に嬉しかったですし、この町のことを誇りに思いました。これからも秋田赤田市はサンフレッチェ広島と共にあります。これからもサンフレッチェ広島、そして日本サッカーの発展に少しでも貢献できるよう努めていきたいと改めて思った次第です。さて、それではいつもの案件の説明に移りたいと思います。本日は全部で10件あります。まず1件目なんですが、市政の動きです。主に9月の議会についてなんですが、この定例会の議場の中で傍聴席で中国新聞の恵比寿記者が他の傍聴者へ、市長があんな態度だから議会が反対するんですよねと話しかけていたという知らせがありました。そこで3点ほど伺ってみたいんですが、にも知らぬ相手に対していきなりこんなことは言わないと思います。たまたま隣の人に話しかける内容じゃないですよね、新聞記者が。となるとおのずとその対象者が絞られてくるんですが、最も疑われるのが、10月の広報誌でも指摘しましたが、政治活動を行っている市民の団体、政治団体ですね、中国新聞が加担していると私は表現しましたが、その方だったということでよろしいでしょうか。ちょっとちょっと理解できないんですけども、それだけの話では全く理解できない。どの部分が理解できなかったかご教示いただけますか。そのいつのことをおっしゃってるんでしょうか。9月の定例会です。何日の時の何、いつですか。最終日だというふうに聞いてます。最終日で何月何日の最終日の誰から聞いたということですか。ちょっと同じ傍聴席にいた市民の方からの話です。それはそのいつの出来事なんでしょうか。いつ、いや、その傍聴席でっていうのはそれ終了のことなんですか、それともその休憩時間です。いつの休憩時間でしょうか。いつというのは確認していませんが、最終日の何回があった休憩時間の一幕です。傍聴席に誰に言ったという
です。ちょっと記憶にないんですね。誰に言ったということなんですか。中国新聞の恵比寿記者が他の傍聴者へ、市長があんな態度だから議会が反対するんですよねと話しかけていた。いや、だからそれは誰に対して話しかけたんですか。ちょっと具体的に言っていただかないと、ちょっと全然イメージがわからないんです。その話しかけていた対象は高齢の方だったということ。ちょっと高齢というのがかなり抽象的になってきますが傍聴席の高齢者と話をしていた。でその方に対してという説明です。という説明ですって言われても、それ誰か、それはそういうふうな形で報告されたんですか。誰に対してどういう場面かも分からず、なんかそれだけ捉えられても、なんかちょっとそれは何ですか、その雑談の中で話したのか、それともなんかこっちがこうあえて近づいていってこうですこうですっていうふうに話したのか、全くちょっと理解、いきなりそれを言われても、理解の可否を問うてるわけではなく、誰にこの話をしたんですかという事実を伺っています。でそれ事実かどうか、ちょっとそれ今それ、いや全くそれ本当にわからないんで、急にその定例会の場面でとか言われても、最終日の場面でって言われても、それは全くちょっとそのないつ何時にそのどういう方と話したときにって言っていただかないと、それはこっちもああそういやしましたねとかっていうのはちょっとなかなかわからないんですよね。それよく市長具体的におっしゃってくださいと、誰がどういうふうな場面で、私今可能な限り具体的に指摘しました。もう少し議会の最終日、傍聴席で休憩の最中にと、何時何分というのが恵比寿記者の記憶には必要な情報なんですか。何時何分という単位で記憶をいつも整理されてらっしゃるんですか。私はそのような人間見たことがないです。いや、だからそういうことを言ってるんじゃなくて、いつどなぜ都合が悪い質問に対して的確に回答しようとされないんですか。いや、だからそれは記憶がその蘇る、いや、それ分からないじゃないですか。急にその唐突にいきなりその時にそういうふうなことを言われてですね、じゃあ言ったという記憶もなければ、言ってないという記憶もないということですか。それは分からないですよね。そのないつその9月定例会の最終日って今にいつでしたっけと思いましたし、でそれを急に今言われても、でそれで休憩時間って言って休憩って何回、いつかというふうに聞かれましたので、最終日だというふうにお伝えをしました。いやだから、9月の20何日でしたか。7か8ですよね。8ですか。8日ですよ、多分水曜日ですよ。はい、あとそもそも最終日というので大体分かると思いますが、いや私も分からなかったじゃないですか。いやだからそれはどうだっていう、いや私は最終日の日付を言うたんじゃなくて、いやだからどうだっていうことをおっしゃりたいんですか。だからそれをいきなりどうですかっていきなり言われてもですね、私の質問をもう一回繰り返しますね。相手方は例の政治団体だったという理解でよろしいですか。恵比寿記者が通常傍聴席で話しかけられる相手、他にあれば教えてください。いや他にっていうか、それは別に休憩中って、それは知り合いの方がいらっしゃったら話しますし、でそれが相手方が何ですか、高齢の方じゃなくて、それがネットワークの方だということを言いたいですか。ネットワークの方ではなかったんですか。ネットワークの方とそれは話することはそれはありますよね。それは話することはあるんですね、傍聴席で。いやそれ休憩時間中にでこう話しか、別に私これ咎めてません、単なる事実を確認してるだけですよね。あるんですね。いやありますよ。はい、ありますと。中国新聞の恵比寿記者は議場の傍聴席で政治活動をされているなんとかネットワークと話をすることがあると。はい、でそうした状況を私も認識していますので、ネットワークと言っても市民ですからね、政治団体と認めています。ですのでその相手に対してこのような発言をしている可能性が高いと指摘しています。他にこのような内容を言う相手方がいらっしゃいますか。いや、その市民の方でいろいろお話はしますよ。それはもちろん
姿勢についてっていろいろ問われたりしますから、いろいろ話はしますよ、当然。では、発言自体は否定されなかったので、次の質問に移ります。こうした発言は、まずもって新聞記者の取材としては不適切だと思うんですが、いかがでしょうか。いや、そもそもですね、その発言っていうか、それプライベートの場で話してる話ですよね。で、それをこっちはしたかどうかもまだ言ってないのに、それが証明できないから、じゃあもうそれはしましたというふうに認めて、で、それを何ですか、それを話したら、それが取材活動というか、これ何ですか、普通に話をするのダメなんですか。今プライベートみたいなことをおっしゃったんですが、恵比寿記者は傍聴席に中国新聞の業務とは別でプライベートでいらっしゃることがあるんでしょうか。いや、だからそういう、あの時間帯給料払われてませんか。報道という、なんなら許可をもらってあそこにいらっしゃるんじゃなかったでしたっけ。休憩中ですよね。これ休憩中も議場の中ですよ。勝手に入ることはできないはずです。できましたか。いや、だからそれ許可を得て、もちろん申請して入ってますよ。中国新聞としては入ってないんですね。嘘はやめてくださいね。あとで問いますよ。いや、じゃあそれは問ってください。あの時は恵比寿、お名前広志でしたっけ、個人で入られてたということですね。取材活動は一切行ってないんですか。では、いや、それもうそういう話になると全く、いや、話にならないんですよ、それは。ですね、そういう話なんです。いやだから取材活動で入ってますよ。はい、認めましたね。取材活動で入られてました。それは取材活動の一環で入ってますよ。では、その取材において市長があんな態度だから議会が反対するんですよねという発言は適切ですか、不適切ですか。いや、だからそれを言ったかどうかっていうのは、それは全然全く記憶にないんですよ。いや、だってそれいきなり言われて、あの時にああいうことを言いましたね、休憩中の話を。では、言ってないんですね。言ってないっていう、いや、それを言ってない。発言したかしてないか、したであろうか、したでないだろうか、その判別さえつかないんですけど、どこの政治家でいらっしゃるんですか。だから結局、何をおっしゃりたいんでしょうか。今、確認をしています。ですので、的確に回答していただければ、話が進みます。だからそれは今唐突に言われて、その時々の話を、その全てこれを言いましたとか、それはちょっとはっきりここでは言えません。しかもそれはここで答える場なんですか。これが言えない記者会見の場ですよ。これ記者からの質問に対して記者会見の場ですよ。市長のその確認の場じゃないんですよ。それは誰が定義された話ですか。市の見解を述べる場が記者会見ではないんでしょうか。だから市の見解をおっしゃってください。はい、ですので市の見解を述べるために事実を確認する、これは当たり前の所作だと思うんですが、違いますか。いや、だからおっしゃってください。続けておっしゃってください。よろしいですか。私の考えに誤りはないですね。誤りがないかどうか、ここでどうこういう話はありません。市長の意見があるであれば、市長の見解があるんだったら口を挟まないでください。口を挟まないでください。問われたことに対してのみ的確にお答えいただければ結構です。それ以外の言い訳等は不要です。いや、言い訳じゃなくて事実を言ってるだけですよ。はい、では事実を整理しますと、議場で政治活動している市民団体と話すことはあると。ただその相手方に対して何を言ったか、特にここでは市長の態度について非難をしてたわけなんですが、言ったかどうか記憶にないという、ここまでが事実でよろしいですね。はい、言っていないとは言えないと、ただただ覚えてないという、こういうことですね。はい、了解をしました。まずここまでの評価なんですが、メディアという自覚が終わりですか。単なる市民の方が傍聴に来て隣の人と感想を言うレベルではないですよ。中国新聞社の記者として議場に傍聴に来ておいて、そして先ほどご自身で明言された通り取材活動中です。
その立場にある人間がこのような発言をするのは極めて常識的に考えて不適切だと断言します。一つ言わせてもらいました。言わなくて結構です。まだ私が喋ってますので。どなたがそういうふうにおっしゃってたんですか。ぜそう明らかにしてください。それは不公平です。それでもう言ったような前提でお話しされてもですね、それでこう言うと、ああそれはなんかこう言わないでください、異論は封殺していく。いや、だから誰が、どなたがおっしゃって、よく師匠おっしゃるじゃないですか、誰がいつそこ連れてきてくださいよと、そういうことをおっしゃるじゃないですか。 言ってくださいよ。それ誰がそういうことを見て目撃してそれを聞いてどういうツールでこう伝わってきて、で今こういうことになってるかっていうのを教えて、明らかにした上で話さないとフェアじゃないですよ。こんな一般的にこうした場合の市民の方を名指しして表に出すのは不適当だと私は考えますが、一応本人に聞いてみましょう。本人聞いたというご本人の方から伺った話です。中国新聞の恵比寿記者というところまでしっかり認識されている方です。ただこうしたことを言ったがばかりにこの方に迷惑がかかってはいけない、それこそこの人に対してあらぬ圧力をかける輩がいるとも限りませんので、それは理解されますよね。それはもちろんそれは理解しますけども、でそういうのを明らかにしない中でその全てそれが事実かのような形でその話を進めていく。よく市長おっしゃってるじゃないですか、連れてきてくださいよ、ここに何人が座ってそういう声出して上げてるんですかと、すぐ連れてきてくださいとおっしゃるじゃないですか。同じことじゃないですか。全く異なる経路の話です。あ、そうです。恵比寿記者が傍聴席でそのような話をしていたと、極めて個別具体的な事実の指摘をされただけです。誰かの見解を伝え聞いたという話ではありません。ですので当事者である恵比寿記者自身に今事実を確認しているんです。今おっしゃったのはどこかで誰かが聞いているというその意見の高、意見の有無を私がいつもどうなんですかと問うてるという話です。全く異なります。混同しないでください。はい、理解されましたか。まあ続けてください。はい、まずここまでが、中国新聞社のその議場での休憩時間中でありますが、傍聴席での記者の発言に対する評価です。でさらにもう一点、より本質的な話があるんですが、私の態度を非難するというのは批判するなら構わないんですが、その行為が論点のすり替えだという認識は終わりでしょうか。言っている意味がわからないですか。はい、つまり私の態度が良し悪しと悪しとおっしゃるわけなんですが、なぜ悪いのか、私が粗暴な人間だからですか、人格が破綻しているからですか。だとしたら一般質問今回13名でしたか。確か質問されましたが、13回議事進行が滞りましたか。13人分私が強く批判をしましたか。してないですよね。事実していません。だとするならば問題の根源は明らかですよね。私は相手を見て相手の言動に対して応じているのみです。相手がまともであれば当然まともな対応をします。そうでないからできないだけです。理解できましたか。これが論点のすり替えと指摘した部分です。ちょっと答えるにちょっと値しないと、それは市長の見解なんでですね、私はここでどうこう言われるではありません。今回の
話に限らずです。この 1,2 年間中国新聞の報道というのは概してこの状態に陥っています。論点のすり替え、問題の矮小化です。何が悪いのかをはっきりと示さないから人々の理解が歪みます。そして問題解決から遠ざかっています。何回もお伝えしてますが、そもそもの構造として執行部と議会というのは対立する存在です。制度上、概念上です。当たり前の状態なんですが、ことさら対立という、これは中国新聞に限りませんが、多くのメディアがそのような表現をされる。大変苦々しく思っていますが、ある程度はやむを得ないと割り切っています。ただ特に、たちが悪いのが中国新聞です。個別の議員の具体的な言動に対して、私がこれは間違っているという指摘をしています。それだけです。それについて当該議員が改めない、そもそも非を認めない、だからコミュニケーションが取れなくなっているだけです。それをあたかも執行部と議会全体が全部で対立しているかのような誤った印象を中国新聞が率先して植え付け広めています。この事態を私としては大変重く、そして深刻に受け止めています。このようなメディアが世にはびこるうちは、日本が良くなることないでしょう。問題を正確に伝えないからです。ここまで何か異論反応があればお伺いしておきますが、いかがでしょうか。異論反論とかいうよりも、もうこれは市長の一方的なご意見なんで、それは受けたまわります。はい、では最後に一つだけ復元しておきましょう。ここ数日ネットでですね、沖縄タイムズの記事、記者でしょうかの話が話題になってます。でその中身自体について、私はここでは是非は語らずにおくんですが、その沖縄タイムズの記者の方に対してですね、元新聞社の方、OB というんですか、その方が ある記事を投稿されていました。その中にね、最後こういう文章で終わっています。ただ一つ言えることは、新聞記者は読者から信用されるのが仕事を続けるモチベーションになり、そしてそれを失ったら仕事を続けられないということ。私が申し上げるまでもなく、新聞社の方、メディアの方はこの大事なことを重々ご存じでいらっしゃって、そして理解されていると思いますが、今回の非常に小さな重大な問題行動、問題のある言動について改めて、メディアとは何のためにあるのか、ジャーナリズムとは何なのかというのを世に問わなければならないと思った次第です。市政の動きについては以上となります。では続いて2件目に移ります。2つ目は職員のマスク着用についてです。すでに始めているんですが、10月17日から市の職員は屋外で意識的にマスクを外すよう取り組むこととしました。この背景にあるのは意識の遅れ、意識の悪化です。確か政府は5月頃から屋外ではマスクを原則不要としていたはずです。そして
文科省も登下校ですね、子どもたちの登下校の際にマスクは不要という指針を示しています。しかし今この状態です。私自身夏のですね、地元の夏祭りの挨拶の際に一つ呼びかけてみました。その時何千人か集まっていらっしゃったんですが、その皆さんに対して屋外でほぼ横の人と話をしていない、今この瞬間皆さんマスクしなくていいんですよと、ただその声はほぼ届きませんでした。何よりその7月8月というのは秋田方市内においても非常に勢いを持って感染が広まっていた時期でしたので、タイミングとしても難しかったかと思います。ただであるからこそですね、今のこの局面においてあえてマスクを外しましょうと、本当に必要な時はどこなのか、必要じゃない時はいつなのか、それをまずは我々が大人が考えて意識して、そして行動していくと、これを改めてやる時だと感じました。この国日本というのはただでさえ同調圧力が強く働く社会です。このまま放っておけばこれまで以上に文字通り息苦しい国になってしまいますので、なんとかここで食い止めたいと思います。次に行きます。3件目です。財政説明会なんですけども、今年で3回目となります。内容は2021年度決算の概要と公共施設等総合管理計画について解説する予定です。ただ特に大事なメッセージとしては至ってシンプルです。このままではこの調子を続けてしまえば20年後にこの町は潰れると、その事実を伝えます。20年後に町が潰れるというのは昨日今日出てきた話ではなく、私が就任して見つけた話でもありません。約7年前2015年のそれこそ総合施設と失礼しました、公共施設と総合管理計画の中でしっかりと試算が示されていた、議会にももちろん報告されています。しかしながら未だに多くの市民にはその認識がなく、もちろん理解もありません。故にその計画ができてもう7年経つんですが、この町は残念ながらその破綻の道から方向転換できずにいます。さすがにもう時間がありませんので、なんとか私の任期残り2年弱ですが、この間にしっかりと向きを変えたいと思います。そのためには市民の皆さんに意識を変えていただく必要がありますので、そのきっかけとして、その機会としてこの財政説明会を位置づけています。続いて4件目は少し毛色は違うんですが、また私が話すという市民セミナーについてです。テーマはよくわかる金融経済なんですが、何かよくわからないというイメージが強い金融と経済についてセミナーを開催します。講師を務めるのが師匠である私、石丸真嗣となっています。この内容というのは私がかつて三菱 UFJ 銀行でアナリストをしていた際に、自分の銀行の中の若手であったり、あとは取引先に地銀があるんですね。地銀のそのマーケット関係者の方々に、外部講師として出かけていって話をしていた、その内容がベースとなっています。もうちょっと復元すれば
今年度から高校で必修化されました金融経済、これをもう少しですね範囲を広げて、さらにより実社会に、身の回りの生活に結びつけてより分かる形で説明するというのがこのセミナーの内容と中身となっています。言葉はちょっと難しい嫌いはあるんですが、できるだけ大人でない、すなわち高校生や中学生でも分かる内容にしたいと考えていますので、幅広い市民の皆さんの参加をお待ちしています。ちょっとすみません、これマイクもうちょっと大きくなりますか。はい、ありがとうございます。続いて5件目です。価格高騰緊急支援給付金についてなんですが、国が決定した給付金1世帯5万円に市独自の給付として2万5千円を上乗せし、合計7万5千円を給付します。該当する皆様にはできるだけ早くお届けするよう努めますが、書類の確認や振り込みの手続きにどうしても3、4週間を要する見込みとなっています。続いて6件目は、今度は安芸高田市生活支援給付金についてです。昨年今年と国が実施しました住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給対象にならない住民税均等割のみ課税世帯を支援するために市が独自で5万円を支給するものです。こちらも支給まで約1ヶ月を要する見込みとなっています。次の7件目は災害時における支援に関する協定についてです。こちらの協定は広島県トヨタ販売店4社とトヨタレンタリース広島、トヨタモビリティパーツ広島支社の6社と締結したものです。市が自動車業界と協定を結ぶのは今回が初めてとなります。災害時に車両の対応を受けることで停電が発生した場合の避難所等での応急対応が可能となります。8件目は空き家除去を促進するための協定についてです。空き家の除去促進に向けて株式会社クラスソーネと10月26日に連携協定を締結します。この株式会社クラスソーネとの協定締結は県内でこれが初でいいんですよね。はい、初となります。空き家の所有者が気軽に相談や情報収集をできるようになり、空き家の増加を抑制することができるようになるだろうと期待しています。9件目は毛利元就フェス2022についてです。11月13日日曜日に入場500年記念事業として開催します。100万一心を理念とされている自衛隊の第13旅団の音楽隊による演奏、そして神楽の上演、そして元就ゆかりの市町のゆるキャラプチサミットなど盛りだくさんとなっていますので、ぜひ、多くの方に楽しんでいただければと思う次第です。最後10件目は新型コロナワクチン接種状況についてです。ワクチンの接種状況と今後の接種予定について報告をします。それでは詳細についてそれぞれ担当課から説明をさせます。はい、それでは財政説明会について財政課および財産管理課から説明いたします。財政課の沖田です。よろしくお願いします。それでは財政説明会の開催について説明します。この説明会は昨年度から開催していますが、この度の説明会は2021年度決算の概要と2022年9月に改定した公共施設等総合管理計画の内容を市民の皆様に説明し、それを踏まえた質疑応答を行う予定です。日程は11月1日火曜日から11日金曜日までの間で7回、開始時間ですが平日は19時から土曜日は11時から行い、それぞれ約50分を予定しています。会場は各文化施設で行います。
なお各会場に定員を設け、先着順で定員となり次第締め切りをさせていただきます。公共施設と総合管理計画の改定については財産管理課から説明します。財産管理課の高橋です。よろしくお願いします。それでは計画について改定について、その背景と目的についてご説明させていただきます。本市ではこれまで公共施設やインフラ資産を整備し、市民のサービスの向上に努めてまいりました。しかしこれらの施設は老朽化が進んでおり、今後は維持補修費の増加や建て替えが必要となってまいります。一方財政面では人口減少による市税等の収入の減少や扶助費等の支出増加によって財政状況は将来悪化が見込まれ、施設の管理更新費用の確保は困難となってまいります。このため2015年に計画を策定し、これまで管理総合的な管理推進を行ってまいりました。しかし当初計画目標であった公共施設の総延べ床面積 30% 以上の削減が2021年度まで約 4% と低迷しております。現状は非常に厳しいものとなっています。また人口1人当たりの施設総延べ床面積は人口減少ともあることから、2013年3月に全国平均の 2.5 倍だったものが2022年3月には 2.7 倍に上昇となっています。将来世代に負債を先送りしないためにも目標は高く、困難なところもありますが、人口減少時代に応じたさらなる施設の適正化が急務となっております。この度の改定はそれらに伴いまして、中身の現時点での状況に合わせたものにそれぞれの数値等も修正しております。そうしたことを今後の、財政説明会において市民の皆様にお伝えします。この状況を把握していただきますとともに、今後の計画の推進にご理解をいただきたいと考えておるところです。以上です。次に秋田方市民セミナーよくわかる金融経済について障害学習課から説明いたします。障害学習課小玉です。よろしくお願いいたします。この市民セミナーですが、前編を11月5日土曜日、後編を12日の土曜日に開催をいたします。時間はいずれも14時からこのクリスタルアージュにおいて開催をします。前編は経済とは、後編は金融とはをテーマに解説をいたします。先ほど市長の方からもありましたが、一般の方はもちろん、受験や就職活動にも役立つ内容になっておりますので、中学生高校生の皆さんにも参加を呼びかけているところでございます。以上です。次に電力ガス食料品等価格高騰緊急支援給付金への市独自上乗せ支給について総務課から説明いたします。はい、総務課の下瀬です。よろしくお願いします。表題にありますように、電力ガス食料品等価格高騰緊急支援給付金、これは国が実施するもので、5万円を給付する事業になりますけれども、これに市として独自で2万5000円を上乗せして合計7万5000円を支給するというものです。現在の見込みでは対象世帯数を4600世帯と見込んでおります。対象者は基準日9月30日時点で、住民基本台帳に記載されている世帯ということになっております。受付期間発送時期についてなんですけれども、現時点ではまだ確定ではありませんけれども、中旬までには発送したいというふうに考えております。また家計急変世帯につきましては、こちらから書類を通知をすることができませんので、本庁支所等に配置した申請書によって提出をしていただきたいというふうに考えております。またこの提出についてはできる限り郵送での提出をお願いしたいというふうに考えております。以上で説明を終わります。次に生活支援給付金について社会福祉課から説明いたします。はい、社会福祉課の後ろです。お願いします。住民税金等割のみ家庭世帯への生活支援給付金の支給について概略給付スケジュールを説明いたします。はじめに資料の訂正を1箇所お願いします。
2の給付金の概要、括弧に対象世帯の、2行目になります。次のいずれかに該当する世帯とありますが、その文言を削除をしてください。次の1から4のすべての条件に該当する世帯が対象となっております。それでははじめに事業目的ですが、原油価格や物価高騰により生活に困窮する市民の生活、暮らしを支援するための秋田方市独自の事業となっております。給付金の概要ですが、基準日令和4年6月時点で本市住民基本台帳に記載されている世帯のうち支給要件を満たす世帯へ1世帯当たり5万円を給付します。対象者は約900世帯と見込んでおります。次に支給までの流れですが、裏面をご覧ください。住民税金等割のみ課税世帯に該当する世帯へは確認書を、また該当すると思われる世帯の方には申請書を10月26日に発送いたします。その後、対象世帯から提出された書類を確認し、振り込みの手続きを行います。給付金の窓口への入金は、不備のない確認書や申請書を受理してからおおむね1ヶ月の期間を想定しております。もう一度表の方をご覧ください。要の所に記載の通り、平日の9時から17時の時間において、生活支援給付金窓口として専用電話を設置しております。また、可能な限り郵送での提出をお願いしておりますが、本庁支所に持参された場合でも受け付けいたします。最後になりますが、この給付金の受付期間は本年11月1日火曜日から令和5年1月31日火曜日までのまでを予定しております。で、31日の決心も有効となっております。以上で説明を終わります。次に空き家状次に、災害時における車両等の支援に関する協定について危機管理課から説明いたします。はい、失礼します。危機管理課の国岡と申します。よろしくお願いします。この度の協定は災害時における避難所等での円滑な災害応急対策を実施することを目的としておりまして、去る10月1日土曜日にトヨタモビリティパーツ株式会社広島支社において協定の調印式を取り行わせていただきました。次に、協定の相手方でございますけれども6社ございます。広島トヨタ自動車株式会社、広島トヨペット株式会社、トヨタカローラ広島株式会社ネッツトヨタ広島株式会社、株式会社トヨタレンタカー、トヨタレンタリース広島、トヨタモビリティパーツ株式会社、以上の6社でございます。次に協定の内容でございます。資料に掲げております通り、車両等の経営を要請できる内容になっております。調印式の際のデモンストレーションでは、車両からの外部給電により扇風機、湯沸かし器、それから携帯電話の充電器を稼働する様子を拝見させていただきました。避難所等の応急対応の充実につながると確信しております。以上で説明を終わります。次に空き家住宅推進に係る協定調印式について管理課から説明いたします。はい、管理課の神田です。あさって10月26日午前10時から株式会社プラスソーネと協定を締結します。プラスソーネは解体費用シミュミューレーターを運用する会社で、国土交通省の空き家対策モデル事業として自治体との連携に取り組んでおられます。この協定によりまして秋田方市版のシミュレーターアプリが開発されます。一般的なシミュレーターは利用の際に個人情報の入力が必要ですが、秋田方市版については、入力の、不要となっております。ですから誰でも気軽に簡単に利用することができます。その他、当市独自の情報も提供されます。
空き家の解体に関心があるのだけれどもよくわからないというような方に使っていただき、利活用が難しくなっている空き家の除却が進むことを期待をしております。以上です。次に毛利元就フェス2022について障害学習課から説明いたします。はい、先般開催しました、カウントダウンスタートイベントについての記念事業ということになります。チラシの記念をご覧いただきたいと思います。内容は盛りだくさんになっておりますけれども、ステージイベントは、ここ市民文化センターの文化ホール、情報物販体験コーナーは、市民文化センター1階2階のロビーフォアイエで、実施することとしております。その下の戦後毛利食再現弁当ですけれども、これにつきましてはすでに予約を開始をしておりまして、A、B、2種類ございますけれども、B の方はすでに残りわずかというふうに聞いております。以上です。最後に新型コロナウイルスワクチン接種について健康長寿課から説明いたします。おはようございます。健康長寿課中村と申します。新型コロナウイルスワクチン接種状況について説明いたします。まずワクチン接種状況ですが、4回目の接種率は 42.8% で、国や県と比較しても高い状況にあります。詳細につきましては資料をご覧ください。次にオミクロン株対応ワクチン接種のご案内をご覧ください。現在 JA 吉田総合病院のご協力のもと、旧のぞみにおきまして12歳以上の方のオミクロン株対応ワクチン接種を行っております。11月22日まで毎日接種の予定で、その後24日からは年末12月28日までですけど、各町の文化センターを巡回して接種を行います。この日程は国が示しておりますように、対象の方が年内にオミクロン株対応ワクチン接種を打ち終えることが可能な日程としております。なお接種間隔につきましては、以前は5ヶ月以上経過というふうになっておりましたので、このチラシの方にも5ヶ月以上経過と入れておりますが、国の方針で先週金曜日21日に3ヶ月に短縮となりましたので、これから接種券等を発送する方の案内にはその旨を記した用紙を1枚入れていきたいと考えております。と同時にホームページやお助け本等で周知をしているところです。使用するワクチンについてですが、本日よりファイザー社製の BA.1 から BA.5 に切り替え、なお混乱を避けるために同一日に2種類のワクチンは使用しないようにと思っております。また国から BA.1 と BA.5 を合わせて必要量を配送すると説明を受けておりますが、BA.5 が不足する場合には BA.1 に変更することも考えております。なお各町文化センターを巡回する際はモデルナ社製のオミクロン株対応ワクチンを使用する予定でおります。続いて乳幼児の新型コロナウイルスワクチン接種についてをお願いします。乳幼児の接種につきましても国の方針に従って準備を進めていましたが、新たに生後6ヶ月から4歳の乳幼児の接種をすると同時に5歳から11歳の3回目の接種を追加いたします。12歳以上の接種同様、旧のぞみを会場とし、いずれの予約もインターネットまたはホームセンターで受け付けます。日程については資料の通りです。以上で説明を終わります。以上で担当課からの説明を終わります。それでは行動機関の皆様より案件についてのご質問を順にお受けいたします。ご質問のある方は挙手をお願いします。まず財政説明会についてご質問をお受けします。よろしいでしょうか。次
次に秋田方市民セミナー、よくわかる金融経済についてご質問をいたします。読売新聞さん。すみません、対象は市在住在付近在宅となっていて、先着50日だったら、まだその枠があるのかということを、まだ余裕の枠があるのかということをお聞きしたいことと、市長にお聞きしたいんですが、なんでこれやろうと思ったんですか。枠は定員のことですよね。50人ってもう閉まってたら意味ないし、一応もう定員になったと聞いておりますけど会場まだ余裕がありますので、融通を出したいと。定員になってるんですか。もうなってます。なもう会場限らないですね。応募があれば会場がまあ広いので、引き受けようと思っています。受け付けてくれるんですか。はい、書いたら、はい、大丈夫ですか。それすごい大丈夫なんですか。大丈夫です。具体的にどれぐらい枠を増やせられるんですか。そうですね、70ぐらいでしょうか。ただ2回目はですね、他の行事との関連で2階の文化ホールを使いますので、ね、十分に席があるかと。じゃあこの数日は大丈夫でしょうか。どれぐらいになってるんですか。すいません、少し精査をさせてください。はい、はいはい、具体的に数字で後ほど、はいはい、ご回答します。で、私へのご質問の方が、なぜこれをしようと思ったかなんですけども、まずそうですね、今年度から高校で必修化された事実が示す通り、今そしてこれからの時代に必要な知識だからですね。で、にもかかわらずです、こうした田舎の町ですと、なかなかそれを学ぶ機会がないんじゃないかなと、まあ、ゼロじゃないかもしれないんですが、限られるんではなかろうかという懸念が出発点にあります。それこそ私が前働いてた会社、まあ、東京で仕事してたんですけども、東京とか大都市だと金融機関も多いですし、それを教えてくれる人もたくさんいると思います。ただ地方に行けば当然そうした会社人は少なくなりますので、なかなか十分な教育の機会、まあ、機会の提供ですね、これができないんだろうと想定しましたので、であれば、まあ、行政として、かつ都合がいいことに私自身がその仕事ができますので、やろうというふうに判断をしました。市長、まあ当然この辺に詳しい方の知人なりいろいろいらっしゃると思うんですけど、なんで市長を自らがやろうと。はい、理由は2つです。まず1つはただだからです。はい、中には証券会社とかで CSR でしたっけ、社会的貢献責任家の活動としてされているところもありますが、講師として派遣をしてもらったりするといくらかでも費用はかかると思います。まあ、それが地元の人間で私であればただでできますので、それが一つ目で、二つ目はこれはもう私のうぬぼれも入ってるんですが、私はおよそこの日本の金融業界で誰よりもこういった類の説明をうまくする自信があります。そういう仕事をしてきたつもりです。ですので私でよかろうとそのように考えます。定員の分また後で。はい、すみません。その他ございますか。それでは次に国の緊急支援給付金への60万の接種券についてご質問をお受けします。読売新聞さん。これ財源はコロナの交付金だったんですが、実質財源はなしという理解でよろしいでしょうか。
基本的には国費で賄うように考えております。財政ほど取り口とはないんですか。想定はしていません、今のところ。終わりました。その他ございますか。次に秋田方市生活支援給付金についてご質問をお受けします。これについても財源を、すいません。公金のみです、はい、公金のみとなっております。公金のみですか。はい、わかりました。その他ございますか。次に災害時における車両等の支援に関する協定についてご質問をお受けします。よろしいでしょうか。次に空き家乗客促進にかかる協定調印についてご質問をお受けします。よろしいでしょうか。すいません、僕は全く説明がよく分からなかったから、アプリが何とかって言って、要は何が基準ですかね、はい、空き家をその登録しておくわけです。どういう、はい、すいません説明不十分で申し訳ございません。いやいや、こっちは空き家を通るというよりもですね、もう利活用、また住むとか誰かに貸すとかいうようなことができないような空き家は、もう解体したいなと思ってらっしゃる方が結構あります。だけれども解体する費用はいくらなのか、どんな手続きをすればいいのか、業者さんは誰がいるのかというようなことがさっぱりわからなくて、どこに相談すればいいかわからない。で、行政に相談していただいても、行政もなかなかそこははっきりと、例えばこの業者がいいですよみたいなことは言えないわけ でそこを例えばホームページのネットとかで、今回で言えばアプリを開発しまして、そのアプリを使って、家の位置とかですね、面積とか構造とかいうものを入力すれば、そのシミュレーターがですね、県内の登録業者さんからの相場というものを弾き出しまして、解体費用はこれぐらいかかるよというようなものを算出、もうすぐ算出してくれるんです。ですのでそれ見て、あ、これぐらいなら解体しようかとか、ちょっともうちょっと詳しく情報を聞きたいなということがあれば、このプラスオーネさん通じて相談をしていただけると、どの業者さんとかいうようなことも相談ができますよというようなことでございます。以上、よろしくお願いします。ありがとうございました。このシミュレーターアプリというのは、すごくよくできてまして、私もちょっと触ってみました。試しに実家を入れてみたんですが、どこにあって住所とですね、木造で平屋 で敷地が何平米何坪だったかなというのを入れると、大体全て解体するのに何百万円かかりますよみたいな相場が出てくるというものです。でその価格帯をですね、知ってみるだけでも、じゃあどうしようかという話を始めやすくなると思いますので、ぜひそうしたきっかけ作りになればと思っています。その他ございますか。それでは次に毛利元就フェス2022についてご質問を受けします。よろしいでしょうか。最後に新型コロナウイルスワクチン接種についてご質問をお受けします。よろしいでしょうか。各所からの説明案件については以上となります。ここで用務により退席する説明がおりますのでご了承ください。それではこれより市政の動きおよび職員のマスク着用にかかるご質問をお受けします。動きに関するご質問はよろしいでしょうか。中国支部の恵比寿ですけど、ちょっと先ほど冒頭市長がおっしゃったことについてちょっと確認をしたいんですけども、市長は何をまず問題意識されているのかっていうのをちょっと確認したいんですが、議場で議場というか傍聴席ですよね。で休憩中に私が記者として話をしたということを問題されているのか、
ネットワーク、市政改革ネットワークの人と話をしたということが問題なのか、市長の、これまあ言ったかどうかしませんけども、市長がおっしゃるように、市長の態度がおかしいと、それをネットワークの人としたということがおかしい、何をどこをどう問題されているんでしょうか。最初の方でかなり筋道立ててそれを説明したつもりではあるんですが、理解されなかったということですか。あの、そのすべてです。すべて、はい、そのすべてというと、だからまあ議場で休憩中でもありながら傍聴席で話をしたということもおかしい。で、それで例えばそれが市政、まあ、市民であってもそれはおかしい。で、それが市政改革ネットワークの人だったらまあおかしい。だからそれ全てが、まあ、要するにそこで話したという。で、これが例えばその議会の態度がおかしいですよねと、例えばそういうことを言ってもそれもまたそれはおかしい。だから全てそこがもう全ておかしいということです。あの、繰り返すのが面倒なので割愛しようと思ったので全てとお答えしたんですが、そうではありません。よろしいですか。先ほど3つ聞きますというふうに言いました。まず相手方がその政治活動をしている団体ですよねと、他に考えにくいですよね。見ず知らずのたまたま隣にいた市民の人にいきなり話しかける新聞記者っていない、いますか。取材活動中ですよ、先ほど自身で言われた通り。知ってる人間、それこそ気心が知れてるっていうんですか。お互いにある程度意識を共有している相手だからこそできる発言だろうと思います。新聞記者としてそういう接し方が適当なんですか、適正なんですかと、先ほど問題提起をしたところです。はい、そこが問題一つですね。で、さらにはまあ、細かいちょっと付随する話ですが、それが取材だとするならば、取材をするときに、あのような問いかけ方をするんですかと、普通しないですよねと、思いっきりバイアスをかけて問うてるわけじゃないですか。どう思われますが普通だと思うんですが、あれは市長の態度が悪いですよねという取材の仕方って普通はしないと思います。その意味でもおかしいんじゃないかという指摘です。で、傍聴席で、まあ、休憩中に話す、それは自由です。ご存知ですよね。はい、それを咎めたつもりもありませんし、はい、咎める権利もありません。ただご自身の立場、職業、身分としてそれは正しい行いでしょうかという問題提起をしました。で、より大きな本質的な話として、中国新聞のこうした論点のすり替え、問題の矮小化が社会にとって害悪だと評価をしました。大きな問題ですという話です。まあ、市長の言うことは分かりました。まあ、一つ、まあ、それ言わせていただくとですね、まあ、その何て言うんですか、その取材活動というかですね、それその問いかけた市長の態度が悪いですよねというふうに質問したら、やっぱり僕そんな取材をしたつもりは毛頭ございませんし、普段でもそういうことをおかしいですよねって言って話を振るようなことはありません。そこはもう一生懸命、まあ、市長はそういうふうな形で個人名をね、先ほどから挙げられて、おっしゃってますけども、ね、これがじゃあ違う発言だったら全く問題しないわけですよね。だからこれは市長の態度がどうですかということを聞いたという、まあ、前提ですけども、だからこういうふうにまあ問題されてるわけですよね。うん、で、あと一つ言っておきたいのは、先ほどからなんか読者からの信用信頼に基づいてて当たり前ですよね。まあ、おっしゃる通りそれは当たり前の話です。
私も記者としてそれぞれ市民とですね取材相手と向き合うときにそこはしっかりと、信用信頼に基づいてやるようにやってますので、そこのところはあの一言言わせていただきます。以上です。もうこれ以上いいです。今お話しされたご主張のつじつまが合っていないんですけどももう少し組み立ててから説明をしていただければと思います。だからこれはまあ私の意見を言われたんで、ま、私も意見を言わせていただきました。でそれ以上その弁明とか釈明とかそれに対してもいらないと市長もおっしゃってたんで私もそれは特にないんです。いいんでですね、私も一言言わせてもらわないと市長の一方的なものがもう事実としてそれがもう伝わってしまいますんでですね、それを一言私は意見として言わせていただきました。だからそれ以上でもそれ以下でもないですから。まず私の態度云々だからこのように言うているわけではありません。それが他の何かであればもちろん同様に問います。メディア、ジャーナリズムとは何なんでしょうかとそのような問いかけをします。ただ他の事例で聞いたことがないのでこの話が出てきているというだけです。別にこれを特別扱いしているわけではなく当たり前の話としてこれはダメだと思いますという指摘です。はい。なのでまず今長々と説明されたんですがその前半部分が全く的を射ていません。私はそのような批判をしていませんので勝手な解釈はご遠慮ください。それこそ論点のすり替えです。私が噛み合わない議論をしているかのような印象を流布しないでください。幸いにして今この映像が記録として残りますのでロジックの矛盾は明らかとして後世に残りますがいい加減な発言はご遠慮ください。よろしいですか。よろしいですか。こっちは意見を言っただけなんでそれでまあ師匠そう思えばそれで結構です。はい。では改めてお伺いしますが先ほどどこの誰が言ったかわからないというところを論点として挙げられたんですがそれは何のために必要な情報なんでしょうか。そこまでおっしゃるんであれば教えてください。どこのどなたがそれを私に言ってきたか恵比寿記者にお伝えすれば何か記憶が蘇るんですか。記憶の関係は一つじゃないでしょうかね。なるほど。じゃあその方の情報があれば記憶が蘇ってくるかもしれないとおっしゃるんですね。それは分かりませんよね。だってその、まあ、それ急に唐突に言われてその定例会の最終日と言われてもそれはそんなこと言ったかどうかで誰が当日傍聴席にいらっしゃったかなってそんな一人一人覚えてませんしそんなに意識してませんし。恵比寿記者は取材活動で傍聴席に来ていてにもかかわらず無意識に人に話しかける癖がおありなんですか。それは向こうから話しかけてきたのかこっちから話しかけてきたのかそんなわかりませんよ。そんな言われても。いや、話しかける話しかけられたがポイントではなくて無意識で記憶に残らないような話をいつも仕事中にされていらっしゃるんですか。そういうこともあるということですか。私はあんまり都合ないんですけど。あ、そうですか。わかります。伊豆記者は割とそういうのがあるという。いや、まあ、それはすべて覚えてませんからね。それは市長はまあそれで市長はそういうあれでやられてるんだったらそれはそれでいいじゃないですか。それをどうですか。そこがポイントなんですか。その無意識に人に話しかけるんですかって。それいやいや、先ほど誰が言ってるんですかとこだわれてたので。いや、短期の一つじゃないですか。いや、なんならご本人にね公の場に出てそれこそ最悪ですよ。お名前まで顔まで出してもらってそれは求められてないんですね。求められてないですね。誰が公の場に出てきて話してくださいって言ってるんですか。じゃあそれは私求めなくて結構ですよ。その方にいやいやそれは結構ですよ。それはそれで個人に相手に迷惑をかかるんそうですよね。当然のことですよ。それはそれはさすがに誰もそういうことなんて言ってさすがに理解されてますよね。当たり前じゃないですか。それじゃあさっきおかしな発言をしましたよね。こだわるポイントがずれすぎですよ。いやいやずれすぎだから、ずれてると思うんだ。もうさっき言えばいいじゃないですか。もうそれは私は私で意見を言わせていただいただけです。はい。ですので誰が聞いて私に言ってきたかというのは大事な論点ではありません。ただただ恵比寿記者が傍聴席においてそのような発言を誰にしたかと
これを問題として指摘しています。そのような発言を、したそしてしてない、いずれの記憶もないというご主張でよろしいですね。だから今さっき言われても分からないと、先ほど何回も分からないということですね、はい、だからそれを主張はもう分からないんだったらあったということですよね。まあいつものまあ 論法ですよね。まあそれを否定できないんだったらありました、あった可能性ありますよね。だからそれいや、ないんであれば提起されたんだったら、それは私もそれは受け止めましたから、ないんだったらないとおっしゃってください。私はそのようなことを言う人間ではないと、そのような取材をする職業人ではないとおっしゃってください、ね、私取材活動の中で、じゃあ言いますけど、私取材活動の中で、あ、市長があればおかしいですよねと言いながら問いかけたのはございません。整理しますが、傍聴席には取材でいらっしゃってて、この市民の方の証言によると、隣の方に、隣の方、あの傍聴席の方に市長の態度について非難をしていたと。それは取材活動中の出来事だと思うんですが、そのようなことはしないと、していないとおっしゃるんですか。よろしいですか。それで、傍聴席の隣の方が聞いてたっていう理解でいいですか。その傍聴席の隣の人が、僕がこうその人に話しかけてるのを聞いたっていうことですか。あ、すみません、隣とはないですね。傍聴席の高齢者と話をされてたと。席の位置関係までは言及がありませんが、傍聴席内での話です。ご記憶はいかがでしょうか。いや、だから今すぐないって言ってる。記憶はないんですね。じゃあそのようなことを喋、ることもあるのかないか。いや、あるのかないのか。それそんなこと言えませんよ、そんなこと。人間だからそれ話するときにそれいろんな場合があって、その状況あったかもしれないという。しかもその状況だってあるわけですよね。その時のこっちから話しかけたとか、そういうのも全然明らかになくて、その単語だけ捉えられて、こんなことを言ってたとか言ってないとかって、もうこんだけのおっしゃってしょうがないじゃないですか。それで言った言ってないっていう話をですね、その場面も分からずですよ。で、向こうから言ってきたのか、こっちがいきなり言い出したのか、そのスタートなのか、その途中での話なのか、話が詰まった中での話なのか、いきなりおかしいですよねって言って、それをノートに取り始めるなんてことはまずしません。何が問題か本当に分かってらっしゃらないんですね。いいですか。恵比寿記者の職業人としてのその倫理観を尋ねてるんですよ。だからそれがもともと言ったかどうかっていうのは分からないわけです。そのあった前提でお話しされてもですね、いや、あなたの倫理観としてこういうことをしますかと尋ねてるんですよ。あったかどうか分からないっていうのは極めて不健全な答えだと思います。私であれば、例えば銀行員の時に顧客の預金をどうにかしたことはありますか。断じてありません。絶対にしません。言い切ります。当たり前じゃないですか。それが職業人として当たり前だからです。こうしたプラスマイナスが明確にある相槌ではないですよ。天気がいいですよね、今日は晴れですよね、あったかいですね、寒いですね、そのような話じゃなく、市長に対する批判、非難の言葉を市民に対して話しかける、これが無意識に行われているとするならば、それ自体が問題だと申し上げています。それは否定しましたよね。そういうことはしてませんよ。だけどその場面で、その定例会の最終日でうんぬんというのは、それはそうやって問われて、それに対しては、それはすぐにそんなの分かりませんよ。しかもそれが事実かどうかもそれは分かりませんし、少なくとも私の中ではそういうことは言うつもりは、言うようなことがないんですよ。今世の中で話題になっている政治家よりもかなりうやむやな答えをされますね。あったともなかったとも言わない、ないとも言い切らない、そういうスタンスが日本のメディアの質を下げていると思いますので、ぜひこれを機会に改めていただきたいと願います。よろしいでしょうか。職員のマスク着用にかかるご質問はございますか。それではその他で何かご質問ございますでしょうか。
最後に情報提供として11月行事予定をお配りしておりますのでご活用ください。なお次回の記者会見は11月28日月曜日10時からこちらの小ホールを予定しております。日程が変わる場合のみ変更のお知らせをいたします。以上で記者会見を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。